このチャンネルは徳島ヴォルキスの勝利への道です。この動画を見れば今節の試合内容とチャンネル解説者が選ぶ徳島ヴォルキスの MVP がわかります。最後まで見てください。まずは前節の振り返りです。大分は前節の甲府戦で前半終了時点ではいい内容でした。しかし2対0で迎えた後半は2度の PK を取られ、相手の勢いに飲み込まれて痛恨の逆転負となりました。順位は6位から9位へと降下しました。求められるのはゲームコントロール力の向上です。徳島は前節勝ち点で並ぶいわきとの残留争い直接対決に臨み、2対0で勝利しました。順位は14位へ浮上しました。残留争いを完全に抜け出したと言える状況を迎えるべく、今節の大分戦でも勝ち点3を上積みしできるか?スタメンです。徳島は柿谷、けさだ選手から児玉、富山選手に変更です。大分はサイドを中心に攻めていきます。徳島はラインを設定し、奪って素早く攻撃につなげます。10分に西谷、児玉選手で左サイドを攻略し、逆サイドの石尾選手が頭で合わせてゴールを決めます。0対1になります。大分は19分にフリーキックから野村選手がゴールを決めて1対1になります。前半はお互いに五分五分の内容でハーフタイムになります。大分は後半スタートから伊佐選手から長澤選手に交代し、サイドからシンプルにクロスを入れてきます。徳島は奪ったボールが前線に収まりません。押し込まれるシーンが多くなります。徳島は56分に児玉、森海斗選手から杉本、渡り選手に交代し、前線の選手を変えます。さらに66分に富山選手から西野選手を入れて、3バックに変更します。すると徳島は69分に長木選手がミドルシュートを決めて1対2になります。大分はリードされて重心を前に置きます。しかし、徳島が隙をつきます。71分に西谷選手が得意なプレー、ドリブルからカットイン、シュートを決めて1対3にリードを広げます。大分は選手交代でさらに前への圧力を強めます。徳島はこぼれ球が拾えずに自陣に押し込まれます。大分は78分にコーナーキックからペレイラ選手がゴールを決めて2対3になります。さらに大分はサイドからシンプルにクロスを入れて86分に鮎川選手がゴールを決めて3対3になります。このままタイムアップになり3対3で引き分けになります。大分は5試合で勝利がありません。まとめです。徳島は7試合負けなし、3勝4引き分けです。決して悲観する内容ではありません。今節の結果は引き分けでしたが、内容は常に先取点、追加点と大分の隙をついて得点につなげていました。負けなくてよかったではなく、勝てなかったと思える試合ができていることをプラスにして次の試合につなげたいですね。チャンネル解説者が選ぶ今節の MVP はスアレス選手です。後半の終盤に何度もチームを救うプレーでチームを鼓舞していました。皆さんはどう思いましたか?コメントに書き込んでください。再生リストに徳島ヴォルキスのチャントや戦術解説もあるので見てください。チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。